マギヌ古墳は、神奈川県川崎市宮前区マギヌにある古墳。形状は円墳。神奈川県指定史跡に指定されている。特殊な構造の石室に壁画が確認されている。マギヌ地区の丘陵南斜面に立地し、幅3.5メートルの周合が南東部を除き墳橋をめぐる。主体部は南南東に開港する。 霊岩の切り石切れ礎石未中心の両袖型原門付横穴式石室である。全長9.6メートル、原室長、約3メートル、幅約3メートル、高さ約3メートルを測り、沿道部の構造は通常のものと異なり、中石を用いて3区分されている。このような石室は東京都北大谷古墳等で確認されている。 また最も重要な奥室の規模が縦、横、高さとも約3メートルである点から一尺が29.6センチメートルの当尺で設計されたものと考えられる。長さは奥2.64メートル、中央1.5メートル、全1.5メートルを測る。原室奥壁には高さ2.2メートル、幅1から1.6メートルの一枚石を置いている。原室平面型は 正方形であるが、髪型に登るにつれ、胴張り状をなし、天井石は円形になっていて、側壁の持ち送りが著しい。石室内は1971年の発掘調査時点で、すでに洞窟を受けていたので、服装異物等はわからない。しかし、木管に打ち付けたと思われる鉄釘が、奥室部を中心に79点も発見されている。 この数量と発見位置から推測して木管は複数個であったものと思われる。石室の側壁石の接合面には白色粘土が塗られ、原質奥壁と左側壁に白色粘土で円形文と半然としない文様が認められた。築造年代については7世紀中頃と推定される。ありがとうございます。